前回抽選して割り当てがこのように決まったんですけど、参加者に発送して1ヶ月経ったので、今回は参加者の導入の様子と1ヶ月経ってどうなったのか編です。植物が到着したのが3日目なので、そこから見ていきましょう。まずツッチーさんなんですが、ツッチーさんは一番下の株が割り当てられたんですが、葉っぱがしおしおだったそうで、なんとか葉っぱを復活させようと苦心されていたんですが、いろいろ葉っぱに水を吸わせる方法があるみたいですね。ダイヤさんは下から2番目の株なんですけど、いきなり葉っぱをもう落としちゃって葉挿ししたということでした。これは僕のアプローチにも似てますね。佐野さんは金魚鉢に植えたということでした。水苔そのまんまっぽいですね。それから1ヶ月経ってどうなったかというと、ツッチーさんはいろいろやってみた葉っぱは結局溶けてしまって、茎だけになっちゃったそうで、ただ芽が出てきているので期待できそうな感じはします。ダイヤさんは植えた方はどうも枯れたっぽいですね。聞いてみたらこれ水苔じゃなくて、下は用土で上が水苔という植え方だったそうですが、枯れたそうです。ただ葉挿ししてた方はこのように根が出てきているので、そこからもう一回できるんじゃないかという感じですね。佐野さんは新しい葉っぱが2枚出てきたということで調子が良さそうですね。もともとついてた葉も残っているみたいです。僕の様子は一つ前の動画で公開したんですが、元の株も元気で、葉挿しした方もかなり根が出てきてます。そしてこういう風に壁に植えました。ということで1ヶ月のまとめなんですけど、ダースベデリアーナは難関種と言われてはいるんですが、導入はそんなに難しくなさそうですね。僕が過去やったことある他のベゴニアと同等のスピードで発根するし、ダイヤさんは枯れてしまいましたけど、葉挿ししたものからは発根してましたので、発根しなかった人はゼロと言っていいと思うんですね。葉挿しは根元の方の割り当てだったダイヤさんも、先端の方が割り当てだった僕も成功しているので、だいたい葉挿しは成功するだろうと言っていいと思います。根元の方の人ツッチーさんは葉がしおれて復活できませんでした。で、先端の方の僕と佐野さんは元の葉も生きてるし、新しい葉も出てきているし、根元の方の人たちより進捗はいいと言っていいと思うので、実は根元の方が茎が太いし、すぐ根が出てすぐ葉が出てっていう風になるかなと思ってたんですけど、逆で先端の方の人の方が有利な感じがしています。簡単に言うと成長点に近い方が有利だという傾向が出てると思います。葉挿しの成功率が高そうなので、初期導入時にやるのはおすすめですね。葉挿しのために葉を落とすと、もう一つ効果があって、葉を落とさないと葉から蒸散するんですね。これは葉から水分が出ていくということです。なので茎の方まで枯れてしまうというようなことにもつながると思うので、葉っぱを何枚残すかというのも初期導入のポイントの一つですね。今回のダースベイデリアーナの4つの株の感じからすると、葉っぱを1枚か2枚残すっていうのが良かったんじゃないかなと思います。全体的には全く育たなくて全部枯れてしまったという人はいないので、初期導入はそんなに難しくなさそうではあるんですが、ダースベイデリアーナが難しいと言われているのは葉っぱが溶けるかららしいので、ここからが本番じゃないかなと思います。ということで、また1ヶ月後お楽しみに。バイバイ。